それでは早速始めさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。美味しいです。ありがとうございます。これでもここ自由ですよね。もうはい、そうです。ここもジジャンとかも。これも自由なんですよ。自由にしますか。それとももう最初からつけますか。自由でお願いします。自由ですかね、はい。お子さんとかもいると思うんで。かしこまりました。牛肉はもうちょっと小さい方がいい。小さい方がいいですかね。はい。はい、他も小さくなる。味は美味しいです。美味しいですか。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。アラビアータの方からいただきます。私もよろしかったら、あ、すいません、ください。はい。いただきます。はい。いただきます。はい。辛い、確かに。辛い？ピリ辛じゃない？辛さ感じてない？ピリッとじゃないです。そこで。結構強いですか、辛いのは。あ、そうでもないです。うん、え、辛い？結構辛い。嘘、ちょ、え、結構そんなめっちゃ辛いわけじゃないよ。辛って感じ。あ、辛ってなってます。ちょっとね、ふわっと辛さが来るような感じですかね。はい、あとから。いい感じだと思います。あ、ありがとうございます。いや、美味しいです。あ、ありがとうございます。はい、すいません。ノーマルのトマトパスタでございます。はい、マジ？待って、両方うまいぞ。こっちの方がトマトパスタっぽい。確かにこっちの方が。なんかこれどちらの方がお好みとかいうのは。あ、最初の方が。最初の方がいいですか。はい、ありがとうございます。カレーが少し強い多いので、あとドライトマトを入れてます。ああ、これから食べてる。うまい。うまかった。自分一番最初。俺は真ん中。一番最初のやつ。一番最初ベースで。はい。あ、ありがとうございます。いいよ。はい、すいません。沖縄で3種類ご試食いただいて、アラビアータのちょっと辛めの一番最初。これでいきます。確かに前回よりうまそう。普通にちょっとナポリタン風味。ベーコン、てかベーコン、ベーコン、ベーコン、これ玉ねぎが入ってるんですか。OK です。 OK です。決定。ありがとうございます。温泉卵乗せれるんですか。それ最高じゃないですか。本当ですか。はい、よろしいですか。この上にちょっと乗せさせていただいて。はい、やば、うまそう。
絶対やった方がいいと思います。はい、ありがとうございます。ありでお願いします。はい、じゃあありで、じゃあ最終決定ということで、はい、よろしいでしょうか。ビビンバは最後の温泉卵がすごいナイスアイデアだなと思って、自分のこだわりではないですけど、すごいマッチングして美味しかったんで、まあ、あったかいうちに食べてほしいなって思います。そうですね、まあ、自分が、トマトソースの、はい、パスタが好きなので、まあ、それを、まあ、イメージしてもらって、まあ、ちょっとピリ辛なのでちょっと子供はどうなのかなっていう部分はあるんですけど、まあ、でも美味しいので、はい、ぜひ球場に来たらおしぼり持って球場に来てほしいです。おしぼり持って手振り。お口でしょ？お口お口。はい。トマトソース。はい。森下投手のパスタと栗林投手のビビンバ丼が完成。パスタは森下投手が大好きなトマトソースで、ピリ辛な味が食欲をそそります。ビビンバ丼はお肉をはじめとした多彩な具材に温泉卵をとろっと絡めて召し上がれ。お好みでコチュジャンをかけて味の調整もできちゃいます。森下投手の森下のトメイトパスタは3月20日からマツダスタジアム飲食売店コイコートナインで販売開始です。栗林投手の栗林の旨辛ビビンバ丼は3月20日からマツダスタジアム飲食売店コイコートナインで販売開始です。